1927年から1932年に、かけ日本評論者で刊行された。その後も新たな文献を収録した、造法版が刊行され、1967年から1974年刊行の、第3版で決定版となっている。1924年11月、吉野作造をはじめとして、長竹竹氏、宮武骸骨、石井健道ら八名により、 明治文化研究会が結成された。この会は関東大震災による資料、文献の散逸を有料して結成されたが、明治に発行された資料、文献の中から近代日本形成に影響を及ぼした、特に重要なものを選定、編集し出版されたのが明治文化全集である。各館は文献に加え、研究者による文献解題。 関係文献の年表をィす構成で、収録文献は、明治維新から第日本帝国憲法発布、議会解説に至る明治前期のものを中心に約450点であり、現在では、寄稿書となっている関東や、交換されなかった、報告書、意見書、憲白書など貴重な資料、文献を多数含み、明治史研究者にとっては最も基本的な文献の一つである。 内容的には自由民権編、文明開化編、社会編を廃するなど、社会史、民衆史的な関心が現れている点が注目され、対象デモクラシー的な主観で、明治の多様な文化を掘り起こそうとする人が顕著である。1910年代までの日本史研究は、もっぱら、江戸時代までを対象とするものであり、特に漢学のアカデミズム史学は、 同時代史としての明治維新前後を研究対象として扱うことがなかった。しかしこの前週の観光が一つの呼び水となって歴史資料の整備が進み、大政奉還からちょうど60年後の1927年には明治説が制定され、これ以後は本格的な明治時代ブームが到来した。初版。 全24編構成だったが、第二次世界大戦後の1955年から57年に、刊行した再版は、当時の社会事情もあり、初版から皇室編など11巻を、割愛新たに3巻を増補漢字などを改編し刊行1967から74年間の第3版は、 初版全巻と第二版での増補三巻を復刻、再度5巻の増補し刊行。1992年に第三版が復刻されたが、この版でも巻き構成が再編され、全28巻、別巻一で刊行。他に、付録で、明治文化全集月報総集、明治文化全集梅草一覧の2冊が出された。各版はいずれも日本評論者。 以下は、第三版での観光書目。憲政編自由民権編政治編新聞編、雑誌編社会編、外国文化編風俗編政治編政治編,政治編、外交編ヘッサイ編法律編自由民権編、再版で追放社会編再版で、追放婦人問題編再版で追、判で追放皇室編再版では割愛教育編、再版では、割愛宗教編再版では、 割愛文学芸術編再版では、割愛時事小説編再版では、割愛翻訳文芸編再版では、割愛思想編再版では、割愛文明開化編。再版では割愛雑誌編再版では、割愛軍事編、交通編再版では割愛科学編再版では、割愛アイ牽制編第3版で、追放別館、明治事物起源第3版で、 追歩保,保管石尾学第三版で、追歩保,保管国法反論第三版で、追歩保,保管農工編第三版で、追歩1959年から1963年に、かけ、大久保敏明、桑原晋介らの編で、明治文化資料総書が刊行。産業編、経済編、法律編、外交編、社会主義編、社会問題編、書目編、教育編、 翻訳文学編、スポーツ編、世相編、新聞編からなり、文化史を中心とした総書で、明治文化全集では、手薄な明治後期の文献も収録している。1988年から1992年に、かけ刊行された、アンソロジー、日本近代思想体系は、日本思想体系の後続企画であり、 明治文化全集とほぼ同じ時期の文献を収録対象としているが、比較的短い文献を収録している。ありがとうございます。